Ladies and gentlemen, tonight's guest of honor is from the Empire of Japan. How would you feel if America and Japan were to enter war? The United States is the last country in the world Japan should fight. おめでとうございます。召集令状です。ありがとうございます。お国のため精一杯ご奉公してまいります。もはやこの島は孤立したも同然だ。メリケンの勉強しておられるんだよ。だからどうやって打ち負かせるかを知ってんだよ。地下要塞を構築する。地下に潜って徹底抗戦だ。 最後の一兵になろうと、この島で敵を食いとどめることが責務である。生きて再び祖国の地を踏めることなき者と覚悟せよ。 ここで死ぬのと生きて戦い続けることと。戦局最後の関東に直面せり、残っているのはライフルだけです。今や弾丸尽き自ら。とこしえにお別れ申し上げ、諸君の霊に涙し黙祷を捧げる日が必ず役立であろう。世は常に所持の先頭にあり。 Step out the vehicle. Why? You will step out the vehicle. Thank you.
to tell you the truth.